横見るとこれすごく綺麗なんだけど、中心の方の生地を見るとほら丸めが、表面だけは丸まっていくけど。こんにちは、ビアンキーの平岩です。今日もイギリスパンを作っていきたいと思います。前回はもう驚くほどね、高評価を魂シェフからいただきまして、ポイントはやっぱり、まあ、前々回指摘いただいたようにミキシングの時間が長すぎる、時間を短くしてちゃんとこねれるような温度管理。じゃあ早速入れます。はい、5分ほど回したところで今気温が 24.6 度ぐらいですね、いい感じで上がってきてます。もうちょっと上がったら蓋を取ったり閉めたりっていうことを繰り返して生地温をね、はい、前回と同じぐらい回しまして、お、前回よりもさらに滑らかかもしれないですね。おお、伸びる伸びる。今生地温で 26.5 度ぐらい、バター入れていきます。伸びます、柔らかい。これでこね上がりにします。 27.7 度でこね上がり。腰がない感じがするか。まず5分置いて隙丸めですね。はい、こんな感じ。5分経ったんで隙丸めします。はい、隙丸め完了。これで残りの時間ですね、またフロアタイムをでいきます。はい、これでいきます。はい、膨らんでおります、膨らんでおります。はい、じゃあパンチしていきます。あー、ちょっとどうなんだろう、伸びてるといえば伸びてる、ちょっと力がないといえば力がない。はい、パンチ完了。こんな感じですね。ちょっと湿ってる感じかな。はい、分割していきます。小玉さんに丸め下手だなって前回言われましたからね。あれ、ちょっと赤いかな、ベタつく感じ。これでちょっとね、いつもベンチで乾いてしまうので、今日はベンチの時にもビニールをかけてね、乾燥を防いで発酵機の中に入れていきます。はい、ベンチタイム完了しました。ちょっと剥がしてみましょうね。はい、じゃあ成形丸めしていきます。乾燥してない。またちょっと頭にガス溜まってんな。はい、じゃあ型に入れていきます。はい、今日はどんな感じに焼き上がるかな。前回よりも生地がしっとりしていて、いい感じで焼き上がるんじゃないかなっていう気がしてます。はい、じゃあホイル入れます。ホイルを完了しました。ちょっといつもよりね、高さが出てるような。ホイルに途中でちょっと乾燥するのが嫌だったんで、お湯をボウルに入れて入れたんですよね。あ、乾燥してない感じしますね。ちょっとこれまま釜入れします。焼けました。あー、ちょっと裏白いな。まあまあちょっとバリッと立ってますが、裏側はね、香りはまあ焼きたてだからあんまよくわかんないけど、香りはいい感じ、生地はいい感じだったと思うんですけどね。はい、ちょっとバター塗ります。今日のイギリス二次発酵では結構伸びてた。はい、小玉シェフのお店到着しました。入ってきます。こんにちは、すいません、お邪魔します。ちょっとだけ高い気がする。うん、すごいな。香りはする、倒します。室温は相変わらず
そうですね、低かったです。15度ぐらいからスタートして、まあ、一時発酵終わったぐらいに21度になってるぐらいですかね。まあ、でも下手だな。でも香りはいいよね。ちょっと生地はいい感じだったかなと思って、うん、これやっぱ乾くなと思ったんで、ボウルに熱湯を入れて発酵機の中にボコって入れといた。二次発酵でも乾いてたんじゃないかなと思う。今まで二次発酵っていうのはもう型入れた後でしょ。これ昨日よりはホイルを取って焼いたよね。あ、高さ、うん、高さは今日のがずっと高いでしょ、うんうん、だからホイルを取ってる時間じゃなくて、だからこう高さで言うと、うんうん、ホイルを出してるって言い方するんだけど、あ、はい、ね、あの過去最高の高さが出ます。でね、うん、だからホイル取りすぎだもん。過発酵、うん、のわーんと喜んでたのにホイル取りすぎ、取りすぎっていうとちょっとすごい取りすぎみたいな感じになっちゃうけど、ちょっとホイールオーバー。骨揚げがね 27.7 度で、うん、ちょっとなんか腰がないかなって感じはちょっとしたんですよ、骨揚がってまずさ、もう全体的にこう穴だらけでね、はい、スライサーで綺麗に、でもこう見ると綺麗になっちゃうんだ。たまたまその断面が綺麗なんですかね。うん、多分ね、僕切ったところ、これってね、はいはい、中心なんですよ、丸めの、はいはい、これ丸めの端っこの方なんですよ。しっかり端っこは丸まってるけど、中心が丸まってないってことです。ここ見るとこれすごく綺麗なんだけど、中心の方の生地を見るとほら穴だらけ、上の方が穴だらけ。これもう明らかに丸めが、表面だけは丸まってるけど、中心部まで丸まってない。でもね、やっぱね、なんでホイル取りすぎなのかなっていうのが、一瞬食べてね、あのイースト臭いんですよ、アルコールガス臭いんですよ。発酵取りすぎるとイースト臭はやっぱしちゃうんですよ、ね、でもこれってこう一次発酵で発酵オーバーとかなるとお尻がツーンって上がっちゃいやすいんですよ、うん、でもそういうわけじゃない。一次発酵はある程度適正だけど、最終発酵でだとやっぱ目は荒れるよね。ちょっとホイールオーバーかなっていう。じゃあ時間は多分いつも一緒なんだけど、あ、そう今日は吹いてたなって感じでしょ。そうですね。ってことは一次発酵で十分取れてるから、発酵ってさ、うん、すごい簡単な言い方だけど、こうやって膨らんでいくでしょ、発酵って。で、パンチ打ちます、ガス抜きました、で、次はまたこうなるんですよ。それが、はい、こね上がりました、今から膨らみますの前に一回パンチ打っちゃいました、だと次のやつが大きくならない。それが山が低い原因が、いつもあのいつもというか、山が低い原因って一次発酵が足りないとか力がない時に起こりやすいのはそこなんだよ。あとはもう丸め方だよね。生地の表面があの切れるほど丸めちゃいけないし、うん、だけどしっかり丸めなきゃいけないし、かといって分割の時の丸めはそんなにきつくなくてもいいし、うん、成形の時はしっかり均等なガス抜きをしないとやっぱ綺麗な目は出にくいよね。成形丸めが難しいんですよね。でも分割丸めはまだなんか、でも焼き色は悪いけど若干イースト臭がするなって感じだけど、でも十分 2,3 回前のものと比べたら物が全然違うね。ただ中心部見ちゃうとボソボソしてる。でこっちはすごいしっとりしてるんですよ。あ、しっとりしてる。こっちあ全然違うな。確かに全然違う。違うでしょ。やっぱこう丸めの中心だから、こうやって見てこの辺はこう断面がボソボソしてる。逆に端っこの方は締まってるから目が揃ってる。でもこれはなかなか美味しいです。本当ですか。うん。味80、はい、8、おお、はい。
香り60。60、はい、140。で、見た目50。食感はいいから80。まあでも明らかに過発酵ってことなんですよね。うん。1% 入れて60分パンチ30分だと、そんなイーストの香りっていうかそんな出ないはずなんだよね。あくまでも時間じゃなくね、やっぱもう生地と触るのがやっぱ難しいかもしれないけど、見て触ってて、ね、まさにパンは時間じゃないってこと。パンは時間じゃないですよ。レシピでも何でもないし。いやー驚きましたね。過発酵だったんですね。でね、いつもより持ち上がったんで膨らんだんで喜んでて、これは成功だ成功だと思ってたら、それが失敗の原因だったっていう、やっぱりここら辺はもうプロの目でないとわからないというか、まあ僕らなんか一人でずっと作ってるとあれが成功なんだなって思い込んじゃいますよね。やっぱりプロのジャッジをね、具体的にしてもらえるっていうのはすごく価値のあることだなというふうに改めて思った今回でした。はい、小玉シェフに、褒めてもらうようなパンを家庭製パンとして焼いていくビアンキラボ、これからも定期的に更新していこうと思っています。ぜひ評価の方をね、よろしくお願いします。そしてビアンキチャンネル、こちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。